まだまだ東京電力だけではなくて全国の電力事情を考えますと、この冬そしてまた来年夏にかけまして電気が足りないというニュースが流れています。そうしますとやはり原子力発電は止められないのではないかというふうに懸念される方々がいっぱいいらっしゃる。その中で我々企業として何かできることはないか、新しい原発を使っていない電力供給業者に我々も切り替えることによって東京電力の負担を少しでも軽くする、あるいは関西電力の負担を少しでも軽くする、電力会社の負担を軽くすることができれば我が国の原発というものを止めてですね、そして原発に頼らないでも済むような安心できる社会が実現できるのではないかと考えました。来年1月から契約になります。で、試算した中で私ども85店舗ございますけれども、そのうち技術的にできない店舗を除いて77店舗全店切り替えることによってですね、経費的には2億円の年間電気料がかかっておりますけれども、これが1億9000万に下がる 5.5% の電気料の削減になります。本当に小さな事業所あるいはマンションビル、この程度の規模での個人の方でもですね、簡単に切り替え可能、契約が可能です。で、私どもは、株式会社エネットというですね、東京ガスのと NTT ファシリーズと子会社のところの PPS を使わせていただいてきましたが、全国に40いくつの PPS 会社ございまして、選択の余地はたくさんございます。今回供給元になっている会社さんは実は、私どもが富山で小水力発電を地域の中小ゼネコンが自分たちの新しい地域経済の起爆剤として、小水力発電をですね、今実は建設中で、それは全額市民の方々の出資で作られるという、ある意味地域金融を利用した形で作られるその小水力発電を買っていただくという会社さんでもあって、さまざまなこういった埋蔵電力もあれば地域おこしとなる電気をそういった新しい電力会社が買って、そしてこういったところに届けていただくということもですね、新しいその地域と都市とをつなぐ経済を立ち上げる可能性になるんじゃないかと。ただしかしながらまだまだ課題がありましてですね、この PPS という今大口以上のですね電力は選べることは選べるんですが、まだシェアが 3% 程度ということで、実質的にはまだこれまでの地域独占の電力会社が実質的な独占状態であることはなかなか変わらない。もちろん選択肢として需要家の方が広がるということが重要なんですが、やはり供給とそして送電の独占という状態がですね、実はまだ解消されていないという意味ではですね、この選択肢需要家が広がっていく中で、やはり段階的に発送電分離といった電力市場の改革の道筋というのも必要ではないかというふうに思っております。